ニューヨークレンジャーズはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1926年にテックス・リカードがニューヨーク・アメリカンズの対抗馬チーム設立を目論む NHL の移行によりフランチャイズ権を獲得した。新チームはテックス・レンジャーズとあだなされこのニックネームが定着した。リカードは コーチのレスター・パトリックの解任を含むチーム改造に着手しコーンスマイスを獲得し勝ち組への転身を図る。初年度はアメリカンディビジョンを首位で終えるがプレーオフでボストンブルーインズに敗退する。レンジャースは設立わずか2年目で長く部長を囲つモントリオール・マルーンズを乗り越えてスタンレーカップ優勝を達成する。しかしその陰には決勝。 第2試合の第2ピリオドでゴーリーのローンチャボットが負傷の後、コーチのパトリックがその代役として出場するハプニングもあった。1929年は決勝で敗退し、1930年代初頭は一進一退の状況が続く。1933年はウィングのビル・クック、バン・クックのクック兄弟とセンター、フランク・バウチャーの活躍でトロント・メープル・リーフスを下し、 二度目のカップを獲得したくらいで、あとはパトリックが尻ぞきた綱をフランク・バウチャーに渡す1940年のカップ優勝までシーズン勝率5割前後の成績で推移する。1940年代半ばのチーム成績は三端たるもので試合に0対15で敗れたりといった状態であった。1948年には4試合をしのいでプレーオフ決勝に進出したが、 その直前までの5年間は連続でプレーオフ進出を逃した。1949年もまた第1ラウンドで敗退した。1950年にはホームアリーナでサーカスが興行されたため主催試合のすべてをロードで開催せざるを得なかった。この時は第7試合の延長戦でデトロイト・レッド・ウィングスに敗れている。その後20年余りにわたって レンジャースは NHL のお荷物チームであり続けたが、1967年に新築されたマディソンスクエアガーデンへの本拠地移転に象徴されるように1960年代後半にチームの若返りを図った。そして新人ゴーリーのエディチャコミーナの働きにより5年内でプレイオフ進出を果たした。1972年には、 チーム最多ゴールを挙げたセンターのジャン・ラットルをシーズン中の飲酒運転による怪我で欠いたものの、スタンレーカップ決勝に進出した。その後も、ブラッド・パーク、ビク・ハド・フィールド、ロッド・ギルバートら有力選手の活躍もあって、この後年もプレーオフ進出が続く。第一ラウンドで前年度覇者のモントリオール・カナディアンズ、第二ラウンドでシカゴ・ブラック・ホークスを下したが、決勝では、 ボストンブルーインズに敗退する。1970年代中頃の数年が過ぎ、1976年にブルーインズからフィルエスポジトを獲得する。また、スウェーデン人アンダース・ヘドバーグが和加盟チームのマーベリックからレンジャースに移籍する。こうして戦力強化したチームは1979年、再びカップ決勝に出場を果たすが、カナディアンズに敗北する。 1980年代、1990年代を通じてチームは毎年プレーオフ進出を果たすなど順調であったが、ただ一気を除いて顕著な結果を残すには至らなかった。その例外は1985から1986シーズンである。新人号リージョンバンビーズブルックがゴールを進後するレンジャースはカンファレンス決勝に進出する。まず、 地区優勝のフィラデルフィアフライヤーズを第5試合で下し、パトリック地区決勝では6試合で、ワシントンキャピタルズを破る。しかし、カンファレンス決勝では、レンジャースは、こちらも、新人ゴーリー、パトリック・ロアを擁したカナディアンズに敗れ去った。これほど多くのプレーオフでの敗退を目の当たりにした、レンジャースファンの中には、これは、1940年の呪いのせいだなどと、 まことしやかに言う者も,もいる。この呪いは、1940年のスタンレーカップ優勝の後、レンジャースの首脳部が優勝カップのンの中で、マディソンスクエアガーデンから、借り入れ少々燃やした時から始まったものなどと交換、伝えられる。事実、会長賞を獲得した1991から1992シーズンにおいて、ピッツバーグペンギンズに2勝1敗とリードしながら、 三連敗した時には、ファンのフラストレーションは頂点に達した。翌年には、キャプテンのマーグ・メシエとヘッドコーチのロジャー・ニールソンの確執が起こり、ニールソンは辞任に追い込まれ、チームは1から11で、パトリック地区の再開に沈んだ。シーズン後、ヘッドコーチには、マイク・キーナンが就任したが、キーナンの決勝での成績が0勝3敗である、ことから、多くの者は、 この就任を危ぶんだ。全2年間でセンターに1980年代エドモントン・オイラーズの黄金時代を築いたマーク・メシエを有し、またオイラーズからはアダム・グレーブスも加入した。さらに堅牢なディフェンスとしてブライアン・リーチやルーキーのセルゲイ・ツボフがいた。グレーブスはハドフィールドが保持していたチームゴール記録を更新するシーズン52ゴールを叩き出した。リーグでは 会長賞を受賞したレンジャースは、プレーオフ第1ラウンドで、第8シードの宿敵ニューヨークアイランダースと対戦した。ここでアイランダースをものともせず、4試合の両チームの合計点は、それぞれ22、3とレンジャースの勝利に終わった。第2ラウンドでは、ワシントンキャピタルズを4勝1敗で下し、カンファレンス決勝でニュージャージーデビルスと対戦する。 デビルスのシーズンにおける対レンジャーズ戦成績は0、小6敗と劣勢が予想されたが、第7戦までもつれ込みデビルスはレンジャーズを瀬戸際まで追い込んだ。このシリーズでは3試合も延長戦があり、うち2試合はレンジャーズが制した。この2試合のいずれも、ステファン・マテューが得点した。ここでは、レンジャーズは、第5試合まで2勝3敗と劣勢にあり、キャプテン、 マーグメシエのアウェー第6戦での優勝決定宣言にもかかわらず敗退の危機に直面していた。第6戦では途中まで0対2と劣勢であった、レンジャースは第2ピリオド後半からアレクセイ・コバレフを投入した。ここでメシエは史上稀に見る第3ピリオドだけでハットトリックを達成し、レンジャースに4対2の勝利、そして天狼さんの第7戦へと導く。 第7戦では、第2ピリオドでのブライアン・リーチのゴールが際立ったが、デビルスのバレリゼ・レプキンが、ゴーリーのマイク・リクターのパッドの下にあったパックを押し込み同点になる。結局マティューの自身シリーズ2度目の延長戦での、得点によりこの第7試合を制した。スタンレーカップ決勝では、西カンファレンス第7シードから勝ち上がった、ロシアンドケット・パベルブレ擁するバンクーバー・カナックスと対戦した。 レンジャースはカナックスのゴーリー、カーク・マクリーンの52セーブの活躍による第1戦敗北の後、3連勝シリーズの主導権を握った。ニューヨークで開催された第5戦、バンクーバーでの第6戦とレンジャースが負け、勝負はマディソン・スクエア・ガーデンでの第7戦にも連れ込んだ。レンジャースはリーチ、グレーブス、メシエが得点し、3対2で勝利する。 実に54年ぶりのスタンレーカップ優勝を達成した。ブライアン・リーチはアメリカ人としては初のコーン・スマイス賞を獲得。マーグ・メシエはレンジャースのキャプテンとして初めてホームアリーナに優勝カップをもたらした。1990年代中後半は往年のウェイン・グレツキーを獲得するなどしてカップ獲得を狙うも失敗に終わる。 1994年の優勝メンバーは年を取り、引退したり、パフォーマンスの効果が見られ、1998年にはプレーオフ進出もならなかった。2001年までに、レンジャースは、たくさんの有力スター選手を獲得した。例えば、カルガリーフレームスで、長らく活躍したセオレン、フルーリー、フィラデルフィアフライヤーズから不本意ながら加入した、エリック・リンドロスらがいる。 またフロリダ・パンサーズからは2002年後半にロシアンロケットの異名を持つパーベルブレも獲得した。このようなスター選手獲得のため、レンジャースは NHL でも最も多くの年俸を支払っているにもかかわらず、2003年、2004年とプレーオフ進出を果たしていない。2005年、レンジャースはヤロミール・ヤーガーを中心としたチーム作りを行った。マーティン・ストラカ。 マレク・マリク、ミカル・ロズ・ジバルト4人のチェコ人選手を獲得した。ゴーリーには、スウェーデンのヘンリック・ランドクビストを1番手のゴーリーに、据えた。チームは、ヤーガーの活躍もあり順調に勝ち星を上げていくが、シーズン後半に失速し、結局カンファレンス6位で、レギュラーシーズンを終了した。プレーオフでは、ファーストラウンドで、ニュージャージーデビルズに敗れている。2012年は、 スタンレーカップを手にした1994年以来の地区優勝を果たすがカンファレンスファイナルでニュージャージーデビルスの前に敗れた。2014年は第5シードだったがカンファレンスファイナルでモントリオールカナディアンズを下し20年ぶりのスタンレーカップ進出を果たした。スタンレーカップではロサンゼルスキングスに1勝4敗で敗れ20年ぶりの スタンレーカップ奪還はならなかった。ありがとうございます。